ドの全く新しいたまごっち、超人生エンジョイたまごっちプラス、略してエンタマ。みんなエンタマって呼んでね。エンタマだよ。今度のエンタマはたまごっちたちが学校に行ったり、大人になるといろんな職業に就いたりできるんだよ。さらになんとお家のパソコンとつながってたまごっち星にワープもできちゃいます。たまごっち星がどんなところか見れちゃうし、噂によるとあのごっちだよにも会えちゃうみたい。そうそう、たまごっちたちの就職先は学校の先生やお医者さん、博士、アイドルなど、なんと15種類以上もあるよ。新しく登場したガッツポイントを貯めて、みんなのたまごっちたちも目標の職業につけるように、たまごっちと一緒に夢を叶えよう。みんなのたまごっちたちが何の職業に就くかは、育てるみんなの努力によって違ってくるよ。なりたい職業に必要な能力を上げていくことで、自分の将来の目標に近づけるのです。その運命を握っているのがガッツポイントなのです。その新しいたまごっちのガッツポイントとは、賢さのガッツポイント、おしゃれさのガッツポイント、優しさのガッツポイント。このポイントは本体左上のアイコンチェックメーターにて確認することができます。そしてこの3つのポイントを努力して伸ばすことにより、行きたいクラスや将来なりたい職業に進めるのです。つまりたまごっちの人生はこのガッツポイントのバランスが重要になってくるんだよ。みんなもこのチェックメーターでガッツポイントをこまめにチェックしてみてね。ガッツポイントはどうやって貯められるか知ってる？そうそう、このご機嫌アップゲームで貯められるんだよね。ゲームは3種類あるので、アップさせたいガッツポイントに合わせてゲームも楽しんじゃおう。まずは賢さをアップさせるカード合わせゲーム。同じ絵のカードを2枚合わせよう。次はおしゃれさをアップさせるコーディネートゲーム。上から降ってくるお洋服などを上手にキャッチしてね。最後は優しさをアップさせるベビッチを救えゲーム。だるま落としで一番上にいるベビッチを救ってね。なりたい夢に向かってそれぞれのガッツポイントをアップさせよう。さらにエンタマの新しいポイントに属性があります。エンタマは豆族、メメ族、口族、3種のいずれかの属性の子供が生まれるようになっています。生まれた時にチェックしてね。新しいたまごっちたちはこの属性によっていろいろなキャラクターに育成されます。賢さの能力の高い豆族にはマメッチのほか、ミミッチ、マロッチ、メイドッチなど、おしゃれさの能力の高いメメ族にはメメッチのほか、フラワッチ、シマシマッチ、トゲッチなど、優しさの能力の高い口族にはクチパッチのほか、ヤッタッチ、のんびりっち、セビレッチなどがいます。どれも特徴のあるかわいいたまごっちです。この属性はたまごっちたちが結婚し生まれてくる子供にも影響してくるようです。違う属性の相手とももちろん結婚ができます。この属性違いでの結婚はたまごっち星独特のクメマの法則によって、次の世代に生まれてくる子供の属性が決定します。例えばメメ族と口族の結婚なら子供は口族、マメ族とメメ族の結婚なら子供はメメ族、口族とマメ族の結婚なら子供はマメ族になるという法則です。このクメマの法則で次は何族に生まれるかなんてこともチェックして、友達とタマ通するのも楽しいね。ただしみんなのたまごっちによってタマ通内容が変わってきます。結婚はエンタマ同士しかできません。ケータマのお友達はケータマを持っているお友達と結婚ができます。詳しいタマ通の情報はたまごっちホームページを確認してね。エンタマの新しいアイコンを紹介していくよ。さて左下のこの見慣れないアイコンは何でしょう？これ実は今回のエンタマに初登場した機能、ポストなんです。このポストには一
1日2回謎っちの届ける郵便物がやってきます。郵便物の種類は3種類。毎朝届くごっち新聞、夕方に届く玉手紙、不定期に届く速達の3種類です。毎朝のごっち新聞にはたまごっち製の天気情報や季節の情報、たまごっち製のニュースなどが届きます。夕方の玉手紙にはたまごっち製にいる親からの手紙、学校からのお知らせなどが届きます。不定期に届く速達は入園、入学、就職案内のお知らせなど結構重要な手紙が届きます。ポスタが点滅していたら郵便を必ずチェックしてね。今回なんとパソコンでたまごっち製にワープできちゃうんだよ。みんなにこっそりたまごっち製のこと教えちゃいます。たまごっちの暮らす星にはいろいろな楽しい説がいっぱいなんです。ではまずはこの地図をご覧ください。ここがたまごっち製の中心地、たまごっちタウンです。真ん中には学校があったり、左下の方にはスーパーマーケットがあったり、一番高いところにある城、これがごっち大王の城なんですね。じゃあ今回は特別にたまごっち製でどんなことができるのか見ていきましょう。たまごっち製一の品揃えを誇るスーパーマーケット、たまたまマーケット、ゲームでごっちポイントを稼げるたまごっちゲームセンター、反抗期の子供が通うたまごっち幼稚園、思春期の子供が通うたまごっちスクール、産卵期の大人が通うオフィスビル、たまごっち製で暮らす親に会える親の家、たまごっち製で一番偉いごっち大王が住むごっち大王の城、マメシティ、ぐるぐるタウン、パッチの森に旅行に行ける旅行センターなどたくさんの施設があります。じゃあ実際にたまごっち製に行ってみましょう。こちらがたまたまマーケットです。棚に並んでいるご飯やおやつを買うことができるよ。そうそう、エンタマではたまごっちがご飯を食べると食べたご飯がなくなります。そのためたまたまマーケットで売っている食べ物はすべて3個パックだよ。もし余っていたらお友達にたま通で1個あげるのもいいかもね。他にも楽しい施設がいっぱいだよ。次に真ん中の上の方にあるのがたまごっちゲームセンターです。ここでは各種のゲームを楽しむことができます。もちろん勝ったり当たったりするとごっちポイントをゲットできるよ。パソコンは随時新しい催し物がオープンします。たくさん遊びに来てね。お買い物アイテムは全部で80種類以上。もちろんそれぞれごっちポイントがないと買えないので、たくさんごっちポイントも貯めましょう。今回のたまたまマーケットで買えるものは餃子、メロンパン、牛乳など毎日のご飯やおやつ、2つの素材を組み合わせることができるクッキングの素材、使うだけで能力が上がるガッツアップアイテム、飲むだけでいろんな効果がある薬、食べ物やおやつが勝手にできる食べ物の木やおやつの木など超高級品、品揃えはバッチリです。このたまたまマーケット、まずは軽玉か円玉を選んでお買い物します。円玉でしか買えない商品もありますので、お店やたまごっちホームページで確認しましょう。それからデカたまごっちには隠れた2つの種類があると言われています。いつどこにどんなデカたまごっちが登場するのか、マル秘デカたま情報もたまごっちホームページでチェックしてね。